はい、それではライトルームで画像が読み込み終了しました。3分ぐらいかかりましたかね。655枚読み込み、ザーってですね、はい、たくさん撮りましたね。これを今から画像処理していくわけですね。まず現像フォルダですねを開きます。で、今ですね、先に LR タイムラプスで取り込んでから Photoshop Lightroom に取り込みました。そうすると、ですね、LR タイムラプスでいろいろいじると、ここに .lrt っていう、このデモ1の .lrt の中にこういうフォルダができて、なんかこの XMP、これ画像処理をするデータなんですけども、これが勝手に作られてるんですよ。なので、読み込んだ瞬間に、Lightroom で読み込んだ瞬間に全部こう、そのデータが反映されてます。で、よく見ると、ほら、これ、なんか星4つついてますね。これも星2つついてます。これ星3つ出ます。これはさっき LR タイムラプスさんが判断して打ってくれたキーフレームは星4つです。で、それ以外に、あ、このデータもちょっと重要じゃねえのみたいな判断してるのはこの2つとか3つなんですね。で、先にもし仮に、ライトルームで読み込んじゃった後に LR タイムラプスで処理をした時ですね。今やった手順と逆の時は、LR タイムラプスの処理が終わった後に、この画面になったら、読み込んだら、ここで、コントロール A で全部選択できます。コントロール A ですね。1枚、コントロールクリックでこう解除できるんですけど、1枚選んで、コントロール A。で、ここで右クリックして、メタデータ。それから、メタデータをファイルから読み込むっていうのをクリックしてください。そうすると、メタデータのファイルから読み込む。そうすると、同じく、何もなかったところにこういうふうに、星4つとか星2つ3つみたいな、LR タイムラプスが処理した、このキーフレームのデータが読み込まれるようになります。どっちでも大丈夫です。で、ここで、次に、この右下のところ行きましょう。ここに、フィルターっていう項目がありますね。これをクリックすると、はい、こういうのが出てくるんですけども、ここで、今選択したのはこの LRT フルシーケンスっていうふうに出てます。ですね。で、これではなくて、こっちですね。こっちの、LRT キーフレームズっていう項目をクリックしてください。そうすると、キーフレームだけがこういう風に収集されます。星が4つ出たやつですね。で、これを画像処理していくわけです。はい。では実際やってみましょう。こう、起動差がこう激しいですね。これヒストグラムですけども、ヒストグラム。はい、こうですね、キストグラム。これ明るさを示しているんですが、左に行けば行くほど暗いですよ、右に行けば行くほど明るいですよっていう状態で、もうこれ完全にオーバーです。なんですが、先ほどの撮影ではこっちを気にしますって言いましたね、私ね。こっちが左にべったり行ってると、シャドウノイズが多くなっちゃうので、これを離したいと。シャドウ部になるべく露出を与えて、ノイズを少なくしたいっていうことで、後でどうにかなるべってことで、白飛びギリギリのところまで露出をしてますよと。で、実際撮影する、実際の理想的なデータは、このハイライト部とシャドウ部がもうちょっと近寄ってるのが本当は理想的なんですよ。なので、それをやっていきましょうか。まあ、完全には戻らないんですけど、まあ、ハイライト下げます。で、これ注意なんですけど、ハイライトがっつり下げると、ですね、まあ、今回いいと思うんですけど、太陽がこう映ってたりすると、ハイライトがっつり下げるとですね、太陽の輪郭くっきりするんですけど、露出を明るくしたり暗くしたりっていう風にしたときに、太陽がこう大きくなったり小さくなったりするんですよ。太陽の白飛び加減が変わるんですね。
なので太陽映ってる時とかはこうハイライト思いっきり下げるのはこうやめといた方がいいんですね。で私もそういうですね変なフリッカーというか太陽がヒクヒクしたりとかここの、日没のこう夕焼けのところがですねカクカクするのが嫌なのでハイライト全部切るっていうのはあんまりやんないんですね。星の撮影の時星空のタイムラプスの時はやるんですけど昼間の時はこうハイライト残しておきます。シャドウをちょっと上げますね。はい、上がりました。こことここが近づいたのヒストグラムの明るいところと暗いところが今近づいたの分かりましたでしょうか。こう離れてたのがハイライト下げます。あ、間違った。ハイライト下げます。それからシャドウを上げますですね。で、そういえば大事なこと言ってませんでした。撮影はローで撮ってください。 JPEG だとここまでの画像処理できないです。やった時に画像が荒れちゃうのでローデータで撮影してください。私は基本ロー以外では撮ってないです。で、明るすぎるなと思ったらちょっと暗くして、だいたい昼間の撮影の時ってここの真ん中あたりにヒストグラムが来るのがいいって言いますよね。ヒストグラムのその右側の山が。で、ホワイトバランスはこれでいいんでしょうか。自動にしてみましょう。うん、黄色いですね。撮影します。夕焼けっぽく見せたいなと思ったらちょっとイエローに振るのがいいですね。こういう風に、まあ、この辺はもうお好みなんですけども、ちょっと私はイエローに振りたいかな。グリーン、マゼンタはそんなにいらないかな。でですね、こうイエローに振っておいて星の撮影の時でだいたいこの5000とか4000ぐらいまで行くんですよ、色温度が。なので注意点としてはこうあんまりこうキーフレームの間でこう行ったり来たりこうしないように、こう何ですかね、数値の高いところから低いところ、低いところから高いところっていう風に一貫性を持って画像処理していくのがいいと思います。まあ、ちょっとこれでとりあえずやります。で、明瞭度を上げて、で地上風景ちょっと出したいときはこう霞の除去っていうのをこう減らしたりするんですけど、ですね。で、再度ちょっと上げてみたいな感じですか。今適当に目にやりますけど、あとまあその他のやり方としてはですね、ここの段階フィルターっていうのを使うといろいろ出てきます。これタイムラプス LR タイムラプスをインストールするとこうなるんですけど、これ下のやつ、下の部分がまあ赤くなってますよというところで、下の部分だけちょっとシャドウを上げたいなとか、ちょっと HDR っぽくしたいなっていう感じですかね。とか、あと、あ、もう一回やろう。この上のところだけもうちょっと鮮やかにしたいな。ここを広げるとその範囲指定が広がりますんで、ここをこうちょっと鮮やかにしたいなとか、空の色だけちょっと黄色くしたいなとか、まあ、こういうことができるんですね。まあ、この辺はお好み、今適当に、すごい適当にやってますけど、はい。こういうふうにやります。で、まあ、大体こんな感じなんですよね、私やるの。で、まあ、おやおや、ヒストグラムがだいぶ理想的な形になってきました。こう近づいてきました。はい。で、トーンカーブとか、実は私あんまりいじらないんですね。で、シャープなんですけど基本切ります。シャープがこう増えるとこう確かにこうカリカリしてくるんですけど、ノイズもシャープになってくるんですね。ノイズもシャープになってくるんですね。基本切るんですけど、今回はちょっと残しておこうかな。最初の方はちょっと残しシャープ残しておいて、夜の時間帯になったらこのシャープゼロに行くような感じでやりますね。で、ノイズ軽減、ここは結構みんな人によって変わってくるところだと思うんですけども、ノイズ軽減これですね、通常はそんなにかけるもんじゃないんですけど、タイムラプスの時って私多めにかけるんですよ。まあ、ひとまず50ぐらいまでやるんですけど、なぜかというとランダムノイズがフリッカーっぽく見えるんですよね。チカ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 するんで、
なのでノイズ軽減多めにかけて、ディテールちょっと失われてでもノイズ減らします。動画なので動いてる中で見る分にはそんなに気にならなかったりすることも多いんですね。なので、タイムラプスの時は私結構多めに、星空に関しても多めにかけます。それから周辺原稿ですね。まあそんなに周辺原稿これしてないですけど、あ、周辺原稿をここいじるときですね、コツはこっちの画面を見ることですね。あっつ、こっちのこのちっちゃい画面、こっちのちっちゃい画面見ながらやってください。この大きい画面見ながらだと周辺光量がちょっとどうなってるのかって判別つかないんですけど、このちっちゃい画面見ると結構わかるんですよね。こんな感じですか、こんな感じですかね。はい、じゃあパラメータもう一回お見せしましょうか。はい、こう上からこんな感じで今処理してます。上からですね、こう色温度とか、あ、間違った、色温度とか露光量とかコントラストとか、まあこんな感じでシンプルめに画像処理する派なんですよ。シャープちょっと残して、ノイズ低減、カラーノイズもちょっと多めにかけてます。で、レンズプロファイル補正は基本かけない方がいいです。なんか変なですね、ムラ出たりするんですよ。このレンズプロファイルって何かというと、そのレンズに合わせて、周辺光量のデータとか樽型に歪んでたらそういうの補正したりとかっていう、まあもともとそういうのデータを拾ってきてやりますよってやつなんですけど、これ使うとタイムラプスにした時に変なノイズ出たりとかムラ出たりするんで、私は基本使わないです。もしかしたら今問題ないかったりするのかもしれないですけどね。で、あとはこう水平とかちょっと取れてないなと思ったら、はい、ここの四角いボタンを押して、この角度っていうのがあるんですけど、角度これをクリックして、水平線こういうふうになぞると、ここを水平にしてほしいなってやるとこういうふうに補正してくれます。まあやんなくていいですけどね、まあ、あ、じゃあ今戻したのはコントロール Z です。コントロール Z で戻ります。はい、というわけで1枚目こんな感じで終わりました。そうなった時にコントロール A で、あ、もうやってた、こう全部選択して、要は今画像処理したデータをこれ全部に反映しなきゃいけないんですよ。で、このスクリプツっていうのをクリックして、シンクキーフレームズ、そうすると今画像処理したデータが全部こう適用されました。で、次、この2枚目の写真に行くんですね。これで一個一個処理していきます。コントロールクリックで、こう、こいつだけ、もう一回クリックすると解除できますんで。で、だいぶ青に向かってますね。まあ、これこのままでいいかな。3枚目。4枚目。5枚目。この辺からちょっと青すぎるなって感じしますね。グリーンを足します。あ、もうちょっとイエローに太いってよかったかな。大丈夫か、ちょっと青すぎるんですよね。その青くした方、結構、ね、一般受け狙うときは本当青くした方がいいんですけどね。で、これ、あ、すいません、普通にやっちゃった。まあこのぐらいでいいかなと思ったら、またここまで、まあ5から12までですね、シフトを押してクリックをします。そうするとこういうふうに選択されますんで、5から12まで選択されますんで、でこれでスクリプツ
で、シンクキーフレームを渡します。まあ、一枚一枚やってってもいいですよ。はい。では、この後どうなるのかな。夜に向かうわけですからね。だん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 。この辺から、ちょっと地面のイエローとかが強くなってきますね。これ、地面、段階フィールドやりましたね。まあ、その前に、先にこっち、ちょっとやります。なんか変な色になっちゃうな。地上、太陽。うん。うん。で、さっき段階フィルターね。こいつを調整しましたけども。何やったんだっけ？あ、空だ。こっちは空か。こっちは空で、こっちがシャドウもそんなに持ち上げなくていいかな。もうハイライトがなくなって、シャドウとハイライトの差がなくなってきてますもんね。どうしようかな。これは地面はどっちが好きですか。これ皆さん、地面、自然、まあ自然な色っていうか、まあこれでいいのかな。この前のホワイトバランス7116だったんだ。じゃあ6300、ちょっとこの辺あたりからこうオリオン座が出てきますね。オリオン座が出てきます。こんな感じでいってみます。ではもう一度ここで、間違った、こう8から12まで選択します。シフトクリックでタイムラプスシンクキーフレームス、はい、キーフレームで全部適用されました。じゃあ次の写真はどうでしょうか。やべ、むずいなこれ。あ、やべ、普通にやっちゃった。ここのこうなんかスポイトマークみたいなのあるじゃないですか。これをクリックして、こうどっかこうピコってやると、そこに、そこをグレーとしてですね、判断して、こう、いろいろな色を出してきます。でもこの写真は、青くした方がいいっぽいね。青にしちゃいますか。まあ、ベーシックに行きましょうか。で、これで決まりましたと。で、またクリックして、残りの4枚に、またシンクキーフレームズ、適用します。さあ、他はどうですか？撮影の時はね、結構オーバー目に撮っちゃってるかも、みたいな感じでしたけど、結構適正露出みたいな感じになってますね、結局ね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、星が、あ、星が出てきたあたりから、ちょっとテクスチャってあるんですけど、これちょびっと足して15ぐらい足そうかな。今ここでシンクキーフレームズ。ちょっとなんかシャドウは明るすぎて不自然になってきますね。これ下げましょう。さっき、下半分もなんかいったな。こっちは切ってんのか。この辺からコントラストを上げましょうか。なんかね、ちょっとのぺっとした感じになっちゃってますね。ハイライト、ハイライトはこのままいいな。月明かりの中での風景写真ってこう全体的に光が回るんでいいんですけど、処理によってはこう夜っぽく見えなくなるっていうのはあってですね、まあ、私もそんなに画像処理上手な方だとは思ってないので、まあ、ちょっとノイズがもうちょっと乗ってますね。なので、あ、そうだ、シャープ切るんだった。シャープ切ってない。
シャープ切ればもうちょっとで65、え、まあ、70以上かけることはないですけど60ぐらいでいいかな、まあ、これそんなに気にならないでしょう。そういえばこの前の写真もシャープ切ってないわ。あとこうやって個別にやるのももちろんありですね。はい、これで同じになったかな。なんか最後の絵が味気ないですけど、やっぱ曇ってるからかな。ちょっとね、青くするのもなんだしな。難しいですね。いらないって言います。まずこういう感じで終わりました。今これ全部こう下のパラメータ見ると、パラメータっていうか、まあ、ここ見るとなんかなんですか、もう黄色から紫、青、ちょっとしたグレーの青みたいな感じの色で変化していってますね。で、キーフレームの処理はこれで終了です。で、次やることは、ここをもう一度クリックします。さっきは、こう、LRT キーフレームズっていうところで処理しましたけど、フルシーケンスに戻します。フルシーケンスに戻します。はい。で、これで、見てみて、ほら、キーフレームの画像処理されてますけど、他のやつはまだされてないですね。あ、キーフレームだけ画像処理されてる状態です。で、ここでですね、これ今、写真が、ちょっとね、縦長なんですよ。4対3とか3対2とかって写真の時使うんですけど、モニターで見る時って16対9なんですね。なので、これ16対9にカットします。ここの、この四角いやつをこうもう一回クリックしていただいて、さっきこう水平撮るときに使ったやつだよね。で、ここで元画像っていう項目があるんですけど、これをクリックして、この16対9ですね。これにしてます。なってた。あ、そうするとこういう風に縦と下が切れますね。で、これでどのぐらいにしようかなっていう風にやるんですけど、ちょっと上振っちゃいます今回は。ソラシ役で。なので、まあ撮影するときに上下切れるんだよなっていうのは考えながらこぞった方がいいです。で、16対9に、カットしないでタイムラプスにしても OK です。それやるときは動画、まあ、このサイズで、このサイズで動画にするんですけども、縦が余るんですよね。なので、例えばですね、これでお見せすると、動画にしたときにこう、下からこう、動かしていくようなモーションをかけるっていうのが、できるんですね。だからそういうのをやりたい、あ、この構図タイムラプスで、そういう下から上から下に行くようなモーションをかけたいなって時は、あえて16対9にしないで出力します。で、まあ今日は16対9にしますんで、で、この1枚をこの構図で切り取りましょう、16対9にしましょうってなったら、コントロール A を押します。で、同期。同期はこれですよ。今自動同期になってますけど、はい、同期をクリックして、ここの切り抜き、ここのとこだけチェック入ってればいいですね。ここのとこだけチェック入ってればいいです。なのでチェックしない、だいたいこう全てをチェックしてやっちゃうんですけど、チェックしないで切り抜きっていうところだけチェックして、チェックしないをクリックして、次に切り抜きをクリックするという入れ方ですね。これ同期ってやると、
今全部の写真が16対9になりました。でこのアスペクト比っていうんですけどね、この16対9とかその縦横比を変更、縦横比のことをアスペクト比っていうんですけど、事前にまあやっておいたりとか、後でやってももちろん OK ですけども、ですね。で私はまあ事前にこうやってやっとくんですよね。で次にやるのはここで右クリック押します。でメタデータっていうところを表示してください。で次はこのメタデータをファイルに保存っていうのをクリックします。メタデータをファイルに保存、そうすると今キーフレームが2作業の実行中、え、なになになに、なんかやりましたっけ僕。メタデータ読み込み中、あ、ちょっとこれだよ、なんかいけないことをしたみたいですね。はい、すいません、お騒がせしました。16対9にしました。で、すべてを選択して右クリックで、こうですね、メタデータをファイルに保存っていう、これをクリックします。これ何かというと、ですね、メタデータをファイルに保存、はい、LR タイムラプスで打ったキーフレームに対して、Photoshop Lightroom さん画像処理してください、キーフレームだけ画像処理しましたと。でキーフレームは画像処理して、キーフレームじゃないやつは画像処理してないよっていうのを、画像処理したデータっていうんですかね、それを今メタデータっていうんですけど、それを保存しました。でこれを保存したら、このまた LR タイムラプスの方に戻って、キーフレームとキーフレームの間を平滑化してくれるっていう作業に移ります。今メタデータ保存中なので終わるまで少々お待ちください。はい、メタデータの保存が終了しました。ではフォトショップじゃないや、LR タイムラプスに戻ります。でこっからやるのはですね、リロードですね。このリロードっていう項目、これですね、これをクリックいたします。そうするとフォトショップライトルームで画像処理したデータを読み込んでくれます。はい、このなんかキーフレームがなんかペコ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 なりましたね。ここはい、ここが変わりました。でこれに対してオートトランジション、中間を滑らかにしてくださいっていうのをクリックします。はい、あ、そうですかと。まあなんかこう複雑ないろいろ出ましたね。でビジュアルプレビューズっていうのをクリックしてください。そうするとフォトショップライトルームで読み込んだデータを滑らかにして、こんな感じや処理したらいいんじゃないかなってイメージを作って、じゃあそれを実際じゃあ当て込んでいきましょうと、画像処理をしましょうっていうのがこのボタンなわけですね。で、はい、こういう風にどんどんこう画像処理がですねされていきます。中間の写真がこうどんどん画像処理されていくと。でここを見るとこうちょっとここ緑になってるの分かります？はい、今5分ぐらい経ったんですかね。で半分ぐらいまでいきます。はい、処理が終わったみたいです。全部緑色になりました。ビジュアルプレビューが終了しました。でここで一回やってみましょうか。プレイしてみます。はい、おお。でこれでもだいぶ減ったなってのが分かりますよね。すげえな、LR タイムラプスって本当思うんですけど、だいぶ滑らかになりましたが、ここでもう一手間を加えます。こちらのビジュアルデフリッカーっていうこれですね、これをクリックします。そうするとなんか出ましたね、緑色のラインが。これがこれにしたいんでしょって提案してくれてるわけですね。はい、でこのスムージングってやつをこう強くしていくとこう平らになるんですが、この何ですかね、曲線にはやっぱり意味があって、
ちょっと雲があって陰ってたりとか、なんだろう、なんかいろいろですね。ちゃんとこう必ずしもこう真っ平らにすればいいっていうもんでもないんですね。逆に不自然、滑らかすぎて不自然になる時っていうのがあるんですけど、なのである程度こう余力は残しておいて、極端にまっすぐにしない方がいいです。で、ですね、この辺はまあ気にしないでおいて、ここでマルチパスデフリッカーって書いてるんですけど、これはですね、このデフリッカー処理、このギザギザをなくしますよっていう処理を何回かけるかっていう感じなんですね。この幅が、このギザギザの幅がこう激しければ激しいほど回数かけた方がいいんですけど、今回はだいたいこの緑色のラインに沿ってきてるので、そんないらないんですけどね。3回ぐらいにしときます。ここマックスパススっていうの今いじったんですけど、3回ぐらいにしといて、でアプリっていうこれをクリックするとデフリッカー処理が始まります。こう緑のラインからはみってるところですね、はみ出てるところをこう直してくれてるっていう状態ですね。で右上にこういう風にですね、あ、なんか変なのちょっと右上にほらリフィニングデフリッカーっていうんですか、こう3分の1、3回のうちの1回今やってますよっていう状態ですね。でこれが一番右まで行ったら完了ですね。で完了になった時にピコーンって音が鳴ります。まあ、その他にもこういろいろな項目があるんですけども、まあ、そこは一応今回は触れずにいきます。まあ、この LR タイムラプスの処理なんですけど、これに限らず被写体別に分けて、まあ、星空の LR タイムラプス処理するときとか、昼間の LR タイムラプス処理するときとか、まあ、いくつかこうお見せしていこうかなと思っているので、一個一個説明するのも結構大変ですね、やっぱね。はい、お待たせしました。デフリッカー処理が完了いたしました。このようにさっきギザギザだったやつが滑らかになりましたね。だいぶ滑らかになりましたね、さっきギザギザだったやつが。じゃあちょっと再生してみましょうか。おー、ちょっとピンクになったんですね、空がね。いいじゃないですか。はい、と、あれ、今気づきましたけど、これ16対9反映されてないですね。おや、さっき失敗しちゃったんですね。まあいいか。で、まあこれで処理完了しましたということで、そうするとこれチェックしましょう。そうすると、ここにね、同じくチェック入るんですよ。まあこれね、もう処理完了しましたよっていうことになりますんで、で次はまたフォトショップライトルームに戻りまして、はい、まあ、さっきと同じだと全然選択されてると思うんですけど、一コマ選んでコントロール A で一応全部選んで右クリックですね。で今度はこのメタデータをファイルから読み込む、つまりLR タイムラプスが処理したデータをライトルームが読み込むっていうことですね。これをします。はい、そうすると右上がこういう読み込み中っていうふうになりましたね。なりました。これ読み込まれるのを待ちます。はい、それではメタデータの読み込みが完了しました。LR タイムラプスで処理したやつが全部こう LR、ライトルームに貼り付けられて、こう徐々にね、こうやって変わってきますね。一旦終了で、あとは書き出すだけです。で、書き出し方ですけども、ここで、右クリック、もしくは、左上の
ファイル。ファイルから、書き出し。どっちでもいいです。はい。それを選ぶと、書き出し。ね。選ぶと、こういう画面になるんですが、ですね。LR タイムラプスをインストールすると、ここに項目が増えると思うんですよ、これ。ここに項目が増えると思うんですよ。で、あとこの書き出し先ですね。この書き出し先も、エクスポートタイムラプスっていうのが、項目が増えるんですね。で、おっと、これなんか出ましたね。ですね。ちょっとやってなかったんですけど。ですね。はい、今何を読めたかというとですね。じゃあここから書き出しをするんですけども、この、ライブラリーですね。この現像ではなく、ですね。ライブラリーをチェックしていただいて、で、そうするとここに2020050541、デモ1。まあこのフォルダー、今画像処理した写真の間のフォルダーが選択されます。で、ここで、コントロール A。あ、ちょっと分かりやすくですね。で、ここで、この2020050541デモ1が表示されているのを確認して、ここで1枚写真を選択して、コントロール A。全選択になります。で、これで、右クリックから書き出し、もしくは、左上のファイルから書き出し、ですね、します。で、この左上のやつをエクスポートタイムラプス。まあ、じゃなくて、そのまま生データでこのまま出してもいいですよね。このハードディスクってやつで出力をすると、今これ XT3 ですから2600万画素の写真が出力されるんですけれども、例えば 4K のタイムラプスにするときって800万画素あればいいんですよ。なのでデータが重たいじゃないです か, だからそこまでいらないよっていう人はこっちじゃなくて、この左上のこのエクスポートタイムラプスっていうところを選択するか、もしくは、この LR タイムラプス、JPEG4K、JPEG オリジナルサイズ、TIFF8 ビット、16ビットもなるんですけど、まあ、JPEG4K でいいですよね。これにチェックして、あ、違うわ。これできないんだ。できないですね。仕切り直します。こっちじゃなくてもいいんですよね。なので、タイムラプスのデータは、このエクスポートタイムラプス、はい、これですね。これを選択して、じゃあこのトップ2っていうですね、ここですね。あ、全画面ですね。はい、ここは今撮影、画像処理した600枚ぐらいのデータをどこに出力しますかと。今、ローデータで全部なってますので、全部 JPEG で一回吐き出さなきゃいけないんですよ。なので、どこに出しますかっていう出力先を聞かれてて、その時の名前これでいいですかと。で、解像度はどうしますかと。オリジナルですか ?8K ですか ?6K ですか ?4K ですか ?4KUHD ですか、通常はまあ 4K、3840×2160 だったかな。で、まあ、JPEG8 ビットで問題ないと思います。書き出し。すると、はい。今ですね、このシーケンス、タイムラプスの撮影データが出力が始まりました。616枚の写真を
いうことで、今ちょっとなんか固まりましたね。エクスポーティング616フォトス for LR タイムラプスっていう風になってますね。で、このパラメーターが一番右まで行ったら全部出力しましたよっていう感じなんですね。なので、またここで待ちます。結構待ち時間が重いですけども、ここでまた待ちます。はい、データの出力が終わったようです。それではデータを見てみましょう。このトップ2ってところに出したんですよね。あ、できてます。トップ2っていうところに。でですね、今ここに、こちらのフォルダに吐き出ししたデータが入っております。で、この横に、作ったタイムラプス、あ、16対9にし忘れた。ということですね。16対9にしないので、この横が黒くなってますね。なので、まあ、あとでこう下から上にモーションかけたりとかできるデータになりましたけど。はい、これが一応出来上がったデータです。で、今ですね、これ自動的にこの、何ですか、タイムラプス動画作ってくれたのは、まあ、さっきのですね、この書き出し画面の中で、ここにラスト LRT レンダーセッティングズっていうのがあるんですけど、これこの前にやったことをやりま、同じことをやりますよっていう意味なんですが、私その時にデータ動画を吐き出すっていう設定したんで、今自動的にやってくれたっていう、感じですね。で、まあ、これが初めてやる方はこれ出ないので、じゃあどうやってやるのかというと、ここにデータが出ましたね。で、LR タイムラプス5の画面になって、一つ目は、ここにマウスを持ってくとレンダービデオって出ますから、ここをクリックするか、もしくは、右上のファイルっていうところからもレンダービデオっていうのはいけます。なので、どっちでもいいので、どっちかからクリックして、この画面が出てきます。で、このタスクって出てますね。タスクはこれは、タイムラプスにする動画がどこにありますかっていうことを聞いてます。まあ今、デモがもう選ばれてますね。で、アウトプットはどこにしますかということが聞かれてます。で、まあこれ、好きなフォルダもちろん選んでいただいて大丈夫なんですけども、基本的にはこのタスクフォルダの下に入ります。ですね。はい。で、コーデックっていうのが、どんな動画形式で出しますかというのが、ここにあります。H.264MP4 とか、H.264 8K とかやるときですね。あと、Apple の企画のプロレゾで出すのもできます。MJPEG っていうのもありますけど、基本は MP4 でいいかなと。お仕事で重たいデータを提出される業者さんとかはプロレゾで行くみたいですけど、まあ、基本的には 4K までは MP4 で問題ないです。で、アウトプットサイズ。ここが、ちょっと拡大しましょうか。アウトプットサイズ。ここが、この1920/1080っていうのが、HD ハイビジョンってやつですね。フルハイビジョンなのかな？なんですね。3K なんてあるんですね。で、4KUHD、3840×2160。4K 大きいサイズですね。で、このデータは富士フィルムの XT3 2600万画素ぐらいで撮ったやつなんですけど、そのデータは残念ながら 8K、6K は出せませんよと。 6K ちょっと今パッと出てこないんですけど、 8K は3300万画素ぐらい必要なんですよね。はい。で、その下がフレームレートっていうのがあります。フレームレート、これは1秒間に何枚写真使いますかっていう話なんですけど、ここはですね、ちょっと先を見ると話が長くなるんですけども、動画に編集するときにですね、ベースフレームっていうのがあって、そもそもこの動画1秒間に何フレームで作りますかっていう指定があるんですよ。なので、例えばそれが24フレーム、シネマティックなのは24フレームって言われてて、その、
他の動画とかは30フレームとかで作るみたいなんですけども、まあ、そういうのに合わせて、作ると。で、もし、まあ、これ早、まあ、タイムラプスはですね、ただ基本的にはタイムラプスは、そもそも早送りなので、あんまり気にしなくていいと思いますね。どっちみち、とりあえず24フレームとか30フレームで出しておいて、後で、動画を切り貼りするときに、編集するときに、早送りしたりとか、する作業があるので、あんまり気にしなくていいと思いますね。はい。で、次が、おっと、ましょう。次が、クオリティですね。クオリティ、いろいろこう入ってるんですけど、基本的にははいで問題ないですね。あんまり、無駄にこう大きくしても、良くないというか。で、カラーサンプリも通常は420のスタンダードで、問題ないと思います。はい。で、ここで、16対9にしますかっていう指示があります。ここですね。16対9、その今上下切りませんでしたんで、横が真っ黒になってましたけど、それ16対9にできますよっていう。ここはでも自動的にこう、ちょいちょいって適当にやっちゃうので、自分の好きなところで16対9のその切り張りがで、切り取りはできないんですよ。なのでこれは、まあチェックしてもいいですし、後でやってもいいですしっていうところですね。はい。で、LRT モーションブラー。このモーションブラーかけると、雲の流れとかがちょっとブラシが入ったりするんですけども、まあ、基本的にはあんまりやなくていいかなーって感じですかね。で、シャープ、ちょっと画像処理、画像をシャープにしますよとか、コピーライトを、入れますよとか、っていうのが、できます。タイムスタンプ。タイムスタンプはこれ、時間とかを入れるやつかな。まあ、これも、まあ、チェックしなくていいです。で、これでレンダービデオっていうふうにやると、左下がなんか変わりましたね。左下が、レンダービデオって出てますね。これ。はい、こういう風に表示が出ます。で、この青いのが一番右まで行くと、データの吐き出しが完了ですよと。データの吐き出しが完了ですよということになります。ピーンって言いましたね。これで、データの吐き出しが完了しました。じゃあさっきのフォルダを見てみましょう。あれ？あ、上書きされたんですね。はい。これが今出したデータです。ということで、ただですね、こう編集するときは必ずしもこれ動画で吐き出さなきゃいけないっていうわけじゃなくて、セクエーターっていう加算平均合成のソフトウェアを解説する動画の中で、ダヴィンチリゾルブというソフトでタイムラプスムービー作りますよっていうのをお見せしたんですけど、それはここのフォルダから直接読み込んで動画作ってるんですよね。なのでこの場で、まああえて作なくてもいいかなというふうに思うんですが、まあ、お仕事とかでタイムラプスの動画ちょっと持ち歩いてこういうのありますよってサンプルで見せたい人はあらかじめ出しておいた方がいいと思うんですけども、必ずしもここで、出しておかなくても後でこのフォルダごと動画編集ソフトで読み込んで動画にすることができますので、その辺は用途に合わせて使っていただければと思います。はい、というわけで LR タイムラプスの一連の流れでございました。とりあえず今日はここで終わりたいと思います。